皆さんようこそ、ダンカブゆっくり研究部へ。研究部部長のゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回はダンマクカブラの育成について解説していくぜ。やはり何を置いても育成は大切ですから、とても気になります。ダンマクカブラをする上で基盤となる要素だから楽しみにしていてくれ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくれよな。また高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いします。それでは早速授業開始だぜ。それではまずはじめに紹介するのは強化についてだ。強化とは、そのままの意味で御霊カードのレベルを上げることで各種ステータスが上昇し、戦力能力を強化することができることだぜ。カードのタイプに対応したステータスが上昇しやすいため、スコアアップしたい楽曲と同じタイプのカードを強化するようにしたいですね。御霊カードにはレベル上限が存在していて、開花段階に応じて上限が解放されるんだぜ。開花する前に溢れた分の経験値は蓄積されないぞ。なのでレベルを一気に最大値まで上げるときには、注意して行うといいでしょうね。うむ。または段階ごとのレベル上限を迎えていなくても開花段階を進められるので、なるべく先に開花をしてからカード強化することをお勧めするぜ。キャラクターを評価するにも強化素材がよく足りなくなることがあるので鈴の集め方を教えてくださいよ。いいぜ。裏技級の集め方を教えていくぞ。まず、強化の鈴は各種色によって獲得できる経験値が異なるんだ。獲得できる経験値が多い鈴ほど、入手難易度が高くなりやすいぞ。強化の紫鈴や赤鈴は無課金の状態だと入手できる機会が少ないため、優先的に強化しておきたい御霊カードに使用するようにしよう。初心者ミッションには、一定数までレベルを上げる条件があるから、早いうちから強化と開花を繰り返す必要があるんだぜ。前回の授業で初心者ミッションでも解説していましたよね。強化を優先してやることを。また、一番手っ取り早いのは強化アイテムと夢の雫を使ってカードレベルを上げる方法だな。鈴には5種類あり、経験値の上昇量が多いほど入手しづらくなっているぞ。基本的にはダンマクカブラやお出かけを行うことで入手することができるんだよ。でもマリサさん、お出かけだと時間がかかってしまいますよ。確かにその通りだ。コストコに片道1時間半かかることなんてザラだしな。いや、鈴ってコストコから買ってたの？それはさておき、もっと手っ取り早く強化素材を集めたいと思う方のためにとっておきの方法を教えてあげるぜ。強化素材、つまり強化の鈴の効率的な集め方として、楽曲からクリドールのハードをオート周回するのがおすすめ。1回の周回に使うする時間は2分程度なんだが、強化の鈴を効率よく獲得することができるんだ。オート周回を行うためには、一度楽曲をクリアする必要があるためハードの難易度をクリアできるようにしておこう。ハードならなんとかクリアはできますよ。ちなみにエクストラモードで周回したら強化素材の数って変わるんですか？ライムさん、いい質問だぜ。誰がライム荷重 100% だよ。いや、そこまでは言ってない。ハードモードとエクストラモードのオート周回を行った際に獲得できる強化素材の数に違いはないので、難易度が低いハードがおすすめ。カラクリドールをオートでプレイする際に、オートでプレイする楽曲は必ず弾幕に対応したカラクリドールを選択しよう。通常版のカラクリドールよりも強化の高鈴を一つ多く獲得することができるため、オートで周回した際の効率が上がるぞ。おお、そんな方法があったなんて知らなかったですよ。これはとても貴重な情報です。ああ、そうなんだよ。実は私いい子なんでね。なんやこいつ。それでは開花素材について解説するぜ。開花素材とは一定数の素材を使うことで、御霊カードのレベルの上限を上げる、ストーリーを解放するといったことができるシステムだ。大きく分けて4種類あり、開花の段階に応じて必要な素材が変わるぞ。また、属性も御霊カードに合わせたものが必要になり、感情、勝者、ローマンの3種類がありますよね。そう、御霊開花の上限を増やすには、プレイヤーレベルを上げよう。レベル20まで上げると、御霊を最大まで開花させられるんだ。一定数の素材を使うことで、御霊カードのレベルの上限を上げる、ストーリーを解放するといったことができるシステム。開花レベル3になると、SR 以上の御霊カードは絵柄がライブ 2D 仕様になるんだぜ。また、動いた絵柄をそのままホーム画面に表示させることもできて、かっこいいんですよね。そうそう、また背景も動いてくれているからクオリティの高さがわかるよな。ちなみに私はアリスに設定しているぞ。いや、ユリマッシブラやないか。また開花レベルの合計数に応じて、御霊のパラメータにボーナスがかかるんだ。へえ、そんなシステムがあったなんて知らなかったです。ただし、同じ御霊を複数枚開花させても効果は重複しないから注意してくれ。例えば、霊夢の開花レベル2と霊夢の開花レベル3がいる場合、合計の5ではなくレベルの高い3のみ反映されるんだぜ。なるほど、そういうことだったのですね。でも結構開花の素材は集まるのだけど、宝珠があまり集まらないので集め方を教えてくださいよ。うん、
宝珠を最も効率よく集めるにはイベントを周回し、報酬を入手するのが最もおすすめだぜ。コイン数もそれほど難しくないようだから、ある程度楽曲やればすぐに手に入るぜ。各属性の宝珠だけでなく、その他の素材もまんべんなく入手できるため、イベント開催中は積極的に参加していこう。一番いいのはイベント参加なんですね。また、開花素材をゲットするためにはログインボーナスの福みくじで対応する色を当てると手に入るんだ。だから積極的にログインをするようにしていこう。福引きの時にマリサママウエが出迎えてくれるしな。ママウエってなんだよ。またカグラパスのティアを進めていくと、報酬として開花素材の宝珠を入手できるぜ。ちなみに最初から実装されているノーマルカグラパスでも開花素材の宝珠を入手可能だから、無課金者にも優しいぞ。ちなみにアップグレードすると、追加でより多くの勝者開花の宝珠を獲得できるんだ。噂によるとパスのアップグレードはかなりコスパいいようですね。注意点として開花は非常に夢の雫の消費が激しいので、好きな SSR などを引いた時にちょっと足りないとかなりそうなので、余裕を持って残しておくようにしてよう。そういえば夢の雫も良くなくなるので集め方が知りたいです。それは次の章で重要な素材である夢雫について解説するから、絶対見てくれよな。いやそれ孫悟空の次回予告のセリフやないか。それでは次に紹介するのは夢の雫の集め方だぜ。夢の雫は非常に優先的に集めるべき素材なんだ。夢の雫は玉カードの育成全般や、復興、カード所持枠の拡張に使う通貨みたいなものですよね。そう、そして夢の雫を効率的に集めるためには、積極的にイベントに参加することだな。イベントでは、累計ポイント報酬で夢の雫を大量に稼げることが可能なんだぜ。ちなみに段下部のイベントは、プレイヤーレベル4から参加可能ですよ。お出かけは8時間など長いものは絶対にやる気消費さんでやるのがおすすめ。すぐになくなりやすい夢の雫が1万個以上手に入ることができちゃうぞ。おお、一気に1万個は半端ないって。いやちょっと振るない。その際、夢の雫獲得量アップの御霊カードは必ずセットしよう。お出かけで夢の雫をがっぽり集めたい場合は、夢の雫を集めようを周回するのが効率的だ。この夢の雫を集めようは、報酬がなんと夢の雫のみとなっているからめちゃめちゃ手に入るんだぜ。ちなみに夢の雫を集めようは、全エリアの復興が完了すると出現するぞ。ということはかなりやり込まないといけませんね。結局夢の雫は何に使うのが一番いいんですかね？ああ、夢の雫は御霊強化で優先的に使うのがおすすめだな。お出かけの成功率や弾幕カグラのスコアは、パーティの総戦力が重要になるぞ。そのため、まずは御霊カードのレベルを上げて総戦力をアップさせよう。やはり基本は御霊カード強化というわけですか。その通りだな。育成すれば好きなキャラが成長してくれるしね。いや成長の意味が違うでしょ。ではでは、ラストに紹介するのはヒロインのレベル上げに必要なピースについてだ。ピースの使い道は、パーティーに編成できるヒロインの召喚と強化に使用することだな。強化すると戦力やライフ、ショットが上昇するため、高スコアを狙いやすくなるんだ。まずピースの種類は主に2種類あり、一つ目が特定のヒロインだけの召喚強化に使える固有のピースがあるんでしたよね。そう、もう一つが、すべてのヒロインの召喚、強化に使える万能ピースというものだな。ヒロイン固有のピースは使用できるヒロインの顔が書かれていて、万能ピースは虹色に光っていますよ。ヒロイン固有のピースは、基本的にそのヒロインに絡めた何かを達成することで獲得することができるんだ。獲得機会や量が限られていて、貴重な素材になっているんだぜ。それにしてもピースって全然集まらないんですよ。そこであまり集まらないピースを集めるのにおすすめなのが、弾幕ステージを挑むことだぞ。弾幕ステージでは、スペルブレイクがしやすくて集めやすいんですよね。これについて詳しく知りたい方はこちらを見るといいですよ。またキャラクターピースは、夢みくじ、つまりガチャを引くと入手できるぞ。キャラに応じたピースがもらえるため、狙って獲得できるわけではないんだが、楽で集まりやすいのがメリットだな。また、獲得できるピースの入手量はレア度によって異なるんだよ。レア度で異なるのですか？頑張って SSR を当てていきたいです。万能ピースは、御霊カードを消化すると入手可能なんだぜ。ああ、そういえばあまり消化をしていなかったですよ。入手できる量はレアリティによって変化し、5枚から35枚獲得できるから、不要な御霊カードがある場合は積極的に消化して、ヒロインの強化に役立てよう。また復興を進めると、復興報酬として万能ピースを入手可能だ。主に、最後の復興ステップを完了すると100個万能ピースを獲得できるぜ。弾幕ステージ以外にもピースの集め方があったなんて勉強になりました。そして実は、イベントの報酬でもピースを集めることができてコイン数も非常に楽だから好きなヒロインのピースが出たら取っておくといいぜ。それでは、最後に話をまとめると育成で一番やるべきことは、自分の好きな御霊カードの強化をすることだ。なので、最初の3つを押さえた後に、ヒロインの強化をしていくといいぜ。それでは今回の授業を終わるぞ。視聴者さんのおすすめの強化素材の集め方があれば教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。